皆さんこんにちは。今回もですね、自分バージョンアップをお手伝いしているセラピスト、平野紀恵さんにお越しいただきます。前回からいろいろお話聞いてまして、結局自分を能力をこうバージョンアップさせるために、五感、自己評価、そして常識を疑うというキーワードを使って、オーラが見れるようになるとか、クリスタルを使うとか、はたまたルーンを使ってとかっていうことの、まあ、セミナーをやってらっしゃるって聞いたんですが、はい、まあ、オーラについてもね、どなたも見れるようになるとか、まあ、いろんな話をお聞きしたので、もうちょっとそのあたり、あの講座のことについてとか、あの詳しく聞きたいと思うんですが、はいはいはい、まずオーラって、はいはい、例えばオーラリーディングの講座はですね、あの一応6日間で、はい、あの一応どなたでも見えるようになっていただくっていう、はい、あのプログラムを構築しているんですね、はい、で基本的にはですね、あのちょっとエネルギーを流すような、瞑想ですね、はいはい、をあの必ず6日間の間に組み込んでいます。瞑想するんですね、はいはい、で瞑想って言ってもですね、あのただ無になるっていう瞑想では全然なくてですね、はい、エネルギーを流しながらやりますので、はい、流しながらそのこう瞑想しているといろんなことが浮かんでくると思うんですよ、はい、でいろんなこと浮かんできているその内容とか誰かの顔だったりっていうのは実はもう今自分の中には必要なのないバイブレーションだったり、はいはい、必要のない情報だったりするんですね、はい、でそれらを全てこうなんていうかな、こう処理していきながら、処理する方法も教えするんですけども、はい、クリアリングしていきながら、はい、あのどん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 軽くしていくっていう瞑想なんです、はい、なのであの6日間の中で一番大事なのはセルフクリアリングですね。でやっぱりその不要なバイブレーションがあるとですね、はい、いろんな、まあ、皆さんどなたも言いますけど、ヒーラーとかヒーリングするとかリーディングするっていう場合に、はい、一番大事なのはやっぱりその人自身のクリアリング、はい、なのであの不要な感情ですね、はい、とか、いろんなこう思い出したらざわざわっとするような出来事ですね、はい、そういうものをクリアリングしていく方法をまずお教えします。あとはですね、実際にはオーラを読むっていうからには、はい、あの例えば過去世ですね、はい、あの幼少時代のことなんかで影響を受けてることもたくさんあるんですけども、はい、実際はやっぱりその潜在意識的には過去性っていうもの、はいはい、またはそれのようなものに知らず知らずのうちに影響を受けてしまって今の行動パターン思考パターンにつながっているっていう場合も非常に多いんですね、はい、なのでそういう過去性の見方を教えして、でただ見るだけじゃなくってそれをじゃあ実際にこうクリアリングするというか、はい、解放するっていうところまでお教えしているんです、はい、であとオーラって本当にたくさん情報が入ってますので、はい、あのいろんな制限、その人の制限とかブロックになっていることから、はい、っていうものもありますので、そういうもののクリアリングの仕方、スキルっていうものもお教えしています。そういうふうになっていくと、はい、あのクリアリングされてくると今度逆に言うとオーラが感じることができるようになるっていう。そうです、クリアに見えるようになりますね、不思議ですね、はい、例えばあとクリスタル、はい、も使ってやると。クリスタルの場合、ね、例えばどんな。クリスタルの場合はあのもちろん決まったイギリスの認定のクリスタルヒーリングを教えしてるんですけども、はい、決まったその置き方とか決まった石を使ってこう置くんだよっていうのはもちろんあります、はいはい、でそれただじゃあ誰でもそれを置けばヒーリングができるかってもちろんそうなんですけども、はい、そのスキルを教えすることを通してですね、はい、あのそのクリスタルの持っている波動を感じていただくとか、はいはい、あとはその置いていただいてそのそのクライアントさんのオーラと共鳴共振をしてこう変化していく様子っていうのを感じていただく、はい、見ていただくっていうことを通してその感性を磨いていただくっていうところを重要視しています。そっか、それもだから含めてやっぱり自分っていうのがすごく大きなキーワードが入ってるわけですね。そうですね、はい、やっぱり自分のそのなんていうかな、見ていること感じていることを信頼するっていうのが最も大事で、信頼することを妨げているものをいろいろクリアリングしていくっていう感じになると思います、はい、あとルーン。そうですね、ルーンもですね、はい、ルーンもやっぱりルーンを使って、はい、その人の欲しい答えを、はい、なんていうかな、見つけていただくような、はい、その読んでいただくようなことをお教えしてるんですけども、はい、やっぱりその一つのルーン文字に対しても、はい、いろんな情報がたくさん含まれています、はい、で
誰にでもその 100% そのまま伝えるかっていうと決してそうではなくって、はい、やはりですね総合的にその方のエネルギーとか使っている言葉とかを感じていただくことによって、はい、そのいかにマッチしたキーワードをお伝えするかって、はい、そこをお伝えしています。なるほど、はい、それも結局その、うん、学ぶ人にとってみれば、はい、数あるキーワードから、はい、どれをこう拾ってくるかっていう、そうですね、はい、それ拾い上げる能力っていうのもあるわけですね。そうですね、ありますね。やっぱり感じるだと思います。感じるですね、はい、で、まあ、まあ先ほどのね、まあ、前回の話にもなってしまうんですけども、うん、結局そこで、まあ常識っていうね、さっきブロックも外さなきゃダメでしょうし、はいはい、こういうのは見えるようになった、感じるようになったっていう、うん、まあ、自信、自己評価も上がってくるでしょうし、はい、それを人に伝えるためにもやっぱり自分の自己評価を上げないと伝えることができない。そうなんです、はい、なるほど、よく分かりました、はい、こういった形で、自分をバージョンアップさせることのお手伝いをしている、はい、平野平野さんですが、はい、もし、はい、ご興味のある方いらっしゃったらぜひ平野さんのホームページをご覧になっていただいて、セミナーなど受講していただいたら、いいんじゃないかと思います。今回どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。